そのお腹、そろそろ一緒に引っ込めませんか。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。下腹が出てしまう、反り腰になってしまう、下半身太りが解消されない、便秘や腰痛、いつも張ったお腹、全部腹筋群の低下が原因なんです。今回替え出しにした状態で効果的な腹筋メニューだけを紹介していきます。スマホ持って一緒に頑張ってみましょう。まずはスマホ持った状態で寝っ転がりましょう。足を上に上げて、ここから足をしっかり抱えてみてください。下腹の腹筋まず使いましょう。足をしっかり抱えていきます。息を吐きながらできるだけ足を抱えます。息を吐きながら抱えて、戻すのはあんまり戻さないように真上から抱えていきます。これで下腹がしっかり使えます。その調子。はい、OK。 今度は足を替え出しにした状態でスマホを前に伸ばしましょう。この状態で息を吐きながらふーっと起き上がったら戻ります。マイペースでいいですよ。ふーふー、とにかく腰を床につけて息をふーっと吐きましょう。ふー、この調子。いよいよ最後までできるよ。そうそうそう、息しっかり吐いて腰床つける、腰を床に押し付ける感じ。よーし、 OK。 今度は万歳した状態から手を踏みながらグッと起きてみましょう。起きれる範囲でいいです。息止めないように注意です。マイペースでいいですよ。ふー、腰を床に押し付ける感じで起き上がります。できるだけ足の力抜いた方がお腹に力がかかりますから、足をしっかりね開いてください。反り腰の人でもね、腰が床につきやすくなってお腹に力が入ります。ふーふー、その調子。いいよいいよ。よーし、 OK。 今度はこのまま足を開いたままゆっくり上げ下げしてみましょう。足を下ろすときに腰がねできれば浮かないように注意してみてください。結構下まで下ろすと腰が浮きやすいんで、浮く手前で上がりましょう。この足開くことで前ももを使わずに腹筋に力が入ります。なので足開いた方がね効果的にね下腹に効かせられます。足の力をできるだけ抜いてゆっくり動かし、その調子その調子。いいよ、最後までいけるよ。はい、 OK。 でこのまま今度はね肘つきましょう。スマホ見ながら足を軽く開いて曲げて上下に動かします。いきましょう。腰がね床についた方がいいので、できるだけ肘をね開いてみてください。これで息を長くふーっと吐きながら下っ腹使います。結構効きますよね、下っ腹ね。そうそう、その調子。もしね腰が痛くなるようと思ったら肘もうちょっと開いて、息長く吐いて、そうそう、その調子。最後までいけるよ、頑張ろうね。よし、 OK。 で今度は膝をね閉じて抱えて戻す、抱えて戻す。今度は下っ腹をねちょっと使ってみましょう。スマホ見ながら息吐きながら腰を丸めて、戻ったら息を吸う、ふー戻ったら吸う。そうそうそう、いいですよ。できるだけねお尻がねちょっと浮くぐらい足抱えてみて、ふーっと、いよいよ、その調子、その調子、いよいよ、はい、 OK。 で今度はね今の感じで膝を曲げたら転がって起きてみましょう。ゆっくり倒れて足を振りながら起き上がる、
ゆっくりやってみて。振りながら起き上がる。もし起き上がれなかったらね、またね、こうやって戻ってください。振りながら起きる、ゆっくり倒れる、こんな感じでもいいですよ。これでも腹筋結構使ってるからね。だけど息だけは止めないように、息吐かないと効果半減しますよ。よーし、 OK。 じゃあ今度このままできるだけね、体少し倒して、体を左右にねじってみましょう。頑張ろうね。いくよ。手を振るっていうよりは肩をね、ちゃんとねひねってみて、息吐きながらふーふー、そうそう、その調子。これくびれがすっごいできるよ。できるだけ倒れてみて、後ろに体をできるだけ倒してひねる。ふうふう、その調子、その調子、ふうふう、効くね。ふう、よし、 OK、 OK、 効いたね。じゃ今度はね、このままね、足伸ばしてお尻を振ってみよう。足を交互に伸ばすイメージ、これでくびれ作ろう。ちょっと余裕があるよって人はね、頭を起こしていて、きついよって人はね、寝たまんまでもいいよ。ウエストの横を使うイメージでくねくねってしてみて、そう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 、いいよいいよ、そうそうそう。ちょっとお尻がね擦れるけど、かかとをね交互に押し出す。でウエストをくね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 、そうそう、いいよ、楽しみだし、 OK。 で今度は足をできるだけ伸ばして抱えて下ろしたら起き上がる。戻るときに腹筋使うから、戻るときにねゆっくりこう、ふーん、起きる、ゆっくり戻る、ふーん、起きる、そうそう、その調子、その調子でいこう。いいよ、そのまま頑張っていこう。そうそうそう、いい感じ。最後までやったらお腹引っ込むよ。よっしゃ、よーし、 OK。 はい、そしたら今度足開いて手を前に伸ばしたら起き上がる。ここでぴょんぴょんぴょんと手を動かしてみよう。これで腹筋使うよ。ぴょん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 、そうそう、息吐いて、ふーん、ふーん、いよいよ、これ最後で頑張って、息吐きながら腰を下に押し付ける感じ、ふーん、その調子、その調子、最後最後頑張って、最後気合入れて、いけるいける、倒れずに頑張って、あとちょっと倒れずに、倒れずに頑張って、よっしゃ、 OK、 よくできた、よくできました、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。